アーサミ元総神社は、大阪市東住吉区屋田にある神社。縁起式神明朝に記載されている、河内国田寺被群の式内社で、旧社格は合社。現在の祭神は、上記の御柱であるが、本号、寺本には一座と記載されており、元の主祭神は、不明確である。この地域が、中富野市の支配地域であったことから、神社名に含まれる。 元僧が損傷を表すことと考え合わせ、中富野氏の天日古い命が主催神だったのではないかとする推定がある。一方、仙台旧事本義の記述によれば、物の部氏の彦己を乗命が河内の国の宮津湖に任じられ、田治比の天み隆氏に葬るとあることから、元は彦己を乗命が祭人であったのを、物の部氏が滅んだ後に、中富野氏がこの地を占拠して、 祭神を入れ替えた可能性がある、という考えもある。アーサミ元葬神社は、式内社であり、社殿によれば、大同年間の創建とされているが、おそらくそれより古いであろうとされている。元葬は、白木の言葉に由来するとされ、朝鮮半島からのトライ人が先祖を祀ったのが、起こりではないかとされている。長寿社の東側に、行基菩薩安住の地という石碑があり、 行基がこの地に居住していたという伝承がある。しかしこの伝承は江戸時代くらいから見られるようになったもので、行基年譜にこうした記録が見られないことから実証が難しい説だとされている。この神社を含む一帯はもともと八田村の一部であったが、江戸時代に山和川の付け替えにより川が八田村を分断し、神社は山和川の南岸に切り離されてしまうことになった。 この際に南岸に残された八田村の大半は後の松原市となる側に編入されることになったが神社は八田村の内神であったことから神社の周囲と参道のみは八田村に残留したこのために神社周辺は大和川の南岸にありながら大阪市に属しており参道に相当する部分が細長く松原市に食い込んで大阪市として存在している境内には 明治初年まで、天見山の産号を持つ、神宮寺が所在しており、神仏集合の歴史を残していたが、廃仏希釈により、廃寺となった。しかし、寺の山門が、山道に残されている。現在の廃殿は1863年の建築で、本殿は独特のアーサミ作りという様式で1960年に再建された。境内には、 樹齢500年を超える巨大な楠スノや新芽の像がある。松原市の天見という地名はアーサミに由来している。神社は大阪市域ではあるが、松原市天見地区の内神である。一方、前述したように、八田村の内神であるという記述もある。ありがとうございます。